おはようございます。おはようございます。高松でオークションですね。盆栽オークションで競り落としたものをいただきました。いただきました。視聴者のゼロ様からです。やったー。これをちょっと神田さんに作ってほしいと。はい。これは割と競合したんですかね。あ、わかんないんか。わかんない。僕は編集してました。2周年のプレゼント。お目が高いということですね。うん、はい、いい木ですね。いい木、古いですよね。はい。これでしっかり動きがあるので、いろんな人見ても面白いかなと。うん、思います。はい、これをどう作るかって話なんですけど、はい、まあ、いろんな人の話を、まあ、僕は聞いてるんですけど、はい、サンタさんならどうするかなってことでお願いしたんですよ。はい、まずこれを見た時にやっぱりここの一番のポイントはここですよね。シャリといいますか、どこをまず正面っていうふうに考えると、これがやっぱり一番見せたいところなんですよ。うん、ただ一個ちょっとネックな部分がこの木にあって、はい、っていうのは、まあ、まずここが長いっていうと、曲線距離がですね、まっすぐなのがちょっと長いっていうのと、ここが太いんですよ、先端が。先端が、まあ皮が荒れてしまって、荒れてね、黒松のいい肌なんですけども、ここがまあどうしても血の細い部分、太い部分と、まあ、ちょっと苔順があまりよろしくなく見えてしまうので、そういうのをどうしようかなと思っていました。で、僕は一回最初はこういう構想で考えたんですよね。うん、圏外で、半圏とか圏外というか、でこの角度にするとこの動きがよく見えるっていうところ、はい、ただ、まあ、さっき言ったようにここが少し細い、細くなってしまっていて、逆にこっちがもう肥大してしまって太くなっちゃってるので、うん、その差が美しくない。あとはここの辺もね、無垢ですよね、そのまま何もないので、うん、その辺が少し面白くないかなっていうので、いろいろちょっと考えてたんですけど、今回は今のままだと少し勢いが、横に流れている木なので、もう少し勢いを出してあげた方がいいなと思ったので、ちょっとだけこの辺で立ち木のようにして。なるほど。じゃあ最初の構造とはもう逆ですよね。そうですね。そうすると、ね、この木が奥に行くので、うん、ここの長さがあんまり強調されなくなるっていうのと、ああ、何もなくまっすぐ伸びた部分が強調されなくなるっていうのと、あとはここが少し太く見えますよね。ああ、プラスここがよく、ね、白いところがよく見えるようになるので、ああ、ベストバランスなのかなっていうふうに、構造としてはこの枝を、思いっきりこっちに持ってきて差し枝のようにして、この辺ですねを、まあ、反対の変えた枝にする。まああともう一つは頭なんですけど、これかこれどっちか頭にしようと思っていて、まあ、最初これでもいいかなと思ったんですけど、はい、まあ、こっち寂しいのでこっちをこういう風にしてこれを頭にしようかなと。なるほど。でこれが裏枝ですね。はあ、のようなバランスでいいんじゃないかなっていう風に図で強くしてみたんですけど、どうですか。ちょっと今日喋りいつもより聞きやすいなと思いました。はいはい、ちょっと反省してるんですよね。ああ、声もちっちゃいし。はい。というふうにやっていきます。はい、お願いします。はい、でまず最初に、はい、お針金掛けの前にですね、黒松の大事な作業としてハスカシっていうのを、まあ、年末ぐらいから新年にかけてやっていくんですけども、それをちょっと実際この木も何も手入ってない状態なので少しやってみようと思います。うん、はい、はい、で黒松っていうのは、まあ、皆さんご存知かと思うんですけど、2本こうやって対になってる葉っぱがあるんですね。はい、で五葉松は5本なので文字通り五葉松なんですけど、ちょっと見てもらえると、まあ、割と密集している部分が多いと思うんですけど、来年の芽にしっかり光を当ててあげるっていうのと、力を分散すると思うんですよ、僕は。なので基準としては七五三って昔は言ったみたいなんです、はいはい、上は少なくして下は下枝なので少し多めに葉っぱを残すんですけど、まあ七五三の考えに数字にはとらわれないでいいと思うので、うん、上は少し多めに葉っぱを取って透かしてあげる、下も透かしてあげるんだけど上ほどはやらないようにしてあげて、うんうん、こうやってじゃんだ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 ん葉っぱの数を増やしていっていただければいいのかなというふうに思います。はい、取る時もですね、バッていっぱい取るんじゃなくて、この芽ね、こう手があった時にこの1本おきに取っていってあげるといいかな。こう手があった時ってこう葉があった時ね。ここに芽があって、ここに芽があって、ここに、まあ、葉っぱがあるわけですけど、こうなった時に、まあ、1本おきに取っていってあげればいい。これを取る、これを取る、これを取るみたいな、うん、5本で言う、今5本でやると2本になりましたけど、うん、逆でもいいと思う。この2本を取ってあげる、この3本残り、はい、こういう感じで取っていってあげれば綺麗に取れますので、
っていうのを上から、やっていきましょう。あとはこの木もですね、枝があんまり目切り後何もしてないような感じなので、その辺の整理もしてあげましょう、はい、3つ以上同じとこが出てたら少しどっちの枝かちょっと取ってあげましょう。こういうのもですね、これとこれがあるので、はい、どっちか取ってあげる。こういう感じで2本にあったじゃないですか。真ん中のやつを取ってあげる。かんぬきをそうですね、整理してあげる。これもこの間前やったんですけど、黒、まあ、横横に残るやつを残してあげればいいと思うんです。なのでこうあった場合はこれを取ってあげるとか、まあ、針金でこうやってやってくる予定だったら、まあ、この下を取ってあげるとか、うん、そういう感じですね、はい、ハスカシを一応終わりました、はい、ちょっと見ていただくと、まあ、全体的に透けたのが分かるのと、はい、まあ、一つ大きに間引いたっていう感じですね、うんうん、まあ、大げさにはちょっとやらなかったんですけど、こうやってあげることによって来年以降の芽吹きに影響してくるので。なるほど、はい、じゃあ早速針金かけていこうと思います、はい、角度としてはこれぐらいにしようかなっていうので、うん、これぐらいにしたいなというふうに思うんで、これを下げていくのと、まあ、これを作ると。ちなみに私が来てから3時間経過してます。すみません。から3時間経過していますが、恥ずかしいしか終わって。いろいろとちょっと思う。いろいろね、ありました。四国の思い出はどうでした？もうだいぶ時間経ってる気がする。あ、そうだ。お笑いウルトラクイズじゃねえや。盆栽ウルトラクイズ覇者ですから私。あ、何本正解？10回ぐらい多分問題出たと。まあ簡単でしたよ、内容。強気ですね。うん、内容はそんな難しくなかった。ただその高松関係の問題は。ああ、ちょっと難しかった。その高松関係っていうのは、盆栽の神社があるかないかとか、縁の数は何縁あるか。ああ、それはね、ちょっと分かんないかもしれないですね。僕でも分かんない。で、あとはじゃんけん大会ですから最後は。じゃんけんに勝っちゃった。じゃんけんにも勝っちゃったと。ブーイングが起こない。大丈夫かって一応ね、呼ばれていってるから取っちゃっていいのかなみたいな。じゃあ何がもらえるんですか。商品券1万円分。それを高木さんにあげて、あ、キー買ったんですよ。高木いい感じに回して、そう、ちゃんと落としてきましたもん。ね、こういう多分人によって作り方変わる木は面白いですよね。ね、多分考え方いろいろみんな違いますもんね。聞いた人たち。うん、どうしたいかにもよる。その後をどうしたいか。正面でいつもみんな違ったし、ただちょっと。こう見てると木が揺れてて怖いんですよね、折れそうで。確かに結構動いてる。4、5年生きてるけど、動画が回ってないところでバツバツ枝を切ってますが風葉っぱ切ればね、もっと綺麗に見えますけど。切る、うん、どっちでもいい。葉っぱ切ると悪いこともあるんですか。少しやっぱりね、影響出ますよね、若干その成長において。切らない方が元気、 目が元気な気がする。少しのストレスがかかると思う。で、逆に切った方が光が当たるって人もいるんだけど、うん、西の人の方とか。でも西とこっちは環境が違うんで、うん、正解はなさそう。その上で僕はあんまり切りたくないっていうのが、うん、行き着いたな、この何年かで。と言いながら切ってんですね。綺麗に見える。綺麗に見えるから。はい。どうでしょう。まあ、もっと充実してきて、くればいいんですけど。うん、結構枝抜いたのは、ここか。幹にかぶってるとこ。ん、長い枝。切ったでしょ。ここね。うん。うん、あれ。いや、これやっぱり、こっちを効かせるためです。バランス的にここがめちゃくちゃ多かったんで、うん、こっちの枝がこっち効かせるためには枝数少なくしないといけなかったので、
最初の形だとそっちが挿し枝なのかなみたいな感じだと思う。でもこれ効かせる、ね、た方がせっかくの枝だから。なるほど。ここまで何もなくなっちゃうんで、こう効かせるならまあね、こうやって減らさないとちょっとバランスが悪くなっちゃうんで落としましたけど、でこれで丸鉢かなんか入ればいいじゃないですか。なるほど。いやでもこれ古いからかっこいいよ ね。これは何番とかに入れたいですよね、うん、結構でも鉢植え替えた時に、うん、奥に重心があるように見えるじゃないですか、うん、いいね。もうちょっとそれでもいいんだ、うん、盆栽って大体ね前にこうかぶってくるから、頭がこうやってかぶってるんで、そこから見ると、もうちょっと起こした方がいいのか。そしたらもう少しなんか支柱立ててこうやって起こした方がいいかもしれない。起こした方がいいんだ。このぐらいになると植え替える時にポイントを言います。ポイントをお願いします、はい、まずこの立ち上がりの動きをしっかり見せてあげるっていうので、ここに枝がかぶってたので、うん、少し詰めてあげました、この辺は、はい、あとは骨作りなので、うん、全体的にまあ横に横にというふうに作っていきました、はい、まあ落とす枝はしっかり落として、うん、まあ黒松なので、はい、来年には自然に上に向いてくるので、まあ、横向きでもまだ今のところはいいのかなと、うん、まあ、若干少し見栄えのために芽は起こしましたけど、はい、あとはね 芽数が増えてくるとまたね見え方が違うと思うんで、一作すると結構迫力が出てくると思いますよ。この辺か、もっと近づけたいです。これぐらいか、ちょっと近づけました、はい、ここが大事だと思うんですよ、はい、ね、しっかり栄養がいけばここが充実してくると思うので、逆にこっちを落としていかないとこっちに栄養いかなくなっちゃうんで、うん、この辺はね、加味して結構落としましたけど。なるほど。で、裏枝があって、まあ、ちょっと文人っぽくなりましたけど。そうですね、まあ、あとはこの枝があることによってここの太さが気にならなくなったと思うんですよ。うん、立ち上がりからしっかり上に向かうっていう、その辺を加味してのちょっと奥行きなんですけど、これが横に向いちゃうとこの木開いちゃう。そうね、この辺もそうだし、ここが開いちゃうので、うん、目立つもんね。そこは奥行きを使ってあげて、まあ縮め短く見せてあげるっていうところですかね。遠近法ですね、それ。目立たせて奥に行かせることによって、まあ、こっちをあんまり目立たせないようにする。なるほど。ということでした、はい、これで高松の木を大宮の盆栽師が作ると、その架け橋に私がなれたのかもしれない。よかったそれぞれストーリーがありますからね。そうですね。逆もあればいいかな。逆もね。で、トシさんにこっちのやつを、こっちの木か、じゃ商品か、川口とかのね、それもいいです。向こうに持ってって作るのも面白いかもしれないですね。それができるのが日本国内の強みなんで、うん、そうですね。手を取りましょう。手を取り合いましょう。はい、はい、で、弟子が言ってるのもあれだけど、はい、でもいい気ができました。じゃあ来年植え替えですね。植え替えしましょう。はい、はい、ありがとうございました、はい、黒松を針金をかけました。はい、はい、ゼロさんありがとうございました。ゼロさんありがとうございます。勉強になりました。はい、ありがとうございました全て学べるので、皆さん見てください。盆栽Qさん、ありがとうございます。
お勉強になる YouTube ですよ。ありがとうございます。ありがとうございました。おめでとうございます。みんなもありがとうございます。はい、いや大盛り上がりでしたね。私ちょっと興奮してちょっと声変えちゃってるんですけれども、この後ね2回目もね、ここから2回目ございますのでね、ぜひ皆さんチャレンジしてくださいね。さあこの後こちらのステージでは11時30分から盆栽オークションが行われます。